第2回 FC YKRM サッカー対決。どうやこの助っ人。はい、そうです、あのね、まあ僕らこの前にちょっと動画1本上がってて、はい、イングランド式シュート対決というのをやってて、うん、はい、3対2でヨカローマが勝っております。 FC YKRM が勝ってて、はい、今から試合をするんですけれども、うん、こっちがもう強すぎて、そうですね、経験者ばっかりなんで、はい、助っ人をお呼びしました。よっ、ウッチーさんとガクジンさんでございます。ウッチーさんは衣装スタイリストさんでございます。よろしくお願いします。もう、失礼します。めちゃくちゃもう業界ですごく有名な衣装スタイリストお世話になってますね。はい、バクジンさんは助っ人でございます。映像制作とかやってる方で、ね、もうフィジカル鬼でございます。いや、大丈夫です、大丈夫です。はい、ということでこのメンバーで試合をやっていきたいと思うんですけれども、次ゲームとかどうします？あー、でもうちは一応ボールまで行きます、ね、最上級です、ね、一応僕坊主になったら僕らも3人ともボールになる。じゃあ負けたチームはゴールの中に入ってもらって、こうお尻向けてボールをシュートで打たれるみたいな。はい、わいかがなりました。わいかよ、ガクジンさんも絶対嫌だ。それでは今から試合の方やっていきたいと思います。レッツラーゴー。ハグ。
行きましょう。That's what I'm talking about, baby boy. はい、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 
まだ終わってない。試合行こう。試合行こう。試合行こう。あ、ごめん。あと2点これが84チャンネルだ。全員でやってる。
それは何いや、マジで、はい、普通にそこら辺のフットサルチームより強い。強いね。てかもうめちゃめちゃ走る機動力がすごいあのコンビネーションができるまで間違いない。はい、ということで、はい、結果はですね、はい、2対5で、はい、84チャンネルの勝利でございます。運動量がすごすぎる、ね、チームワークが良かったね。そしてね、いやもうほんとね、個々の能力高すぎて、高すぎたねごぼう抜きやばかったっすいやなんか見えたっすよねピシャーピシャーマジうまい。やでもめっちゃ楽しかったっすよ。いや楽しかった、ありがたいです。ということでですね、この動画がいいなと思われた方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そして、84チャンネルの皆様の SNS だったり詳細はですね概要欄の方に記載しておりますので、はい、そちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。それではね、このエンディングの後に罰ゲームを公開しますので、はい、とりあえず締めますね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ソングラー。ということで罰ゲームへゴーゴー。ワールドカップみたいな立ち方。いきまーす。ジャパニーズコメディー。アメリカ人お前が言いかけてきた。いきまーす。面積が多いから当たる確率高いよ。さすが。いや優しかったね、バッサリ優しく蹴ってくれました。多分ありがとうございました。癖になるトンコツミュージック、刺激的明太子マジック、ごまさだもつ餃子巻き大好き、ご飯大好きよかろうも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 